シャツ田中です。今回はスカイチを使ってドミネーションやっていきたいと思います。ちょっと遅れてすまねえなと思ったらリスキルされる。ちょっと待ってくれ待ってくれ。ここに暴れとる人がおるよ。 OK、 B いけるんじゃないこれ。よし、ブラボー行こう。ブラボー行きたいね。ちょっとうわーやば。待って、取られてないかこれ。取られてましたね。危なかった危なかった。あー痛い痛い痛い、来すぎ来すぎ。ナイスナイス、いいぞ。さあちょっと、あ嘘やろ、 B 取られた。マジか。おーおーいいね。よし、この隙にブラボー行くぞ。オッケーオッケー、任せろ。オッケー、行って。マジか、バレた。やるじゃないの。ちょっとブラボーが激しいですね。ちょっとオッケー、適当にばらまく。怖っ。どこに敵がいると思ったら、ここに敵がいたよ。待って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 、アシストかい。アシストかい、あれマジかよ。こっから来るでしょ。なんかすごい若干なんだろこれ。おお、上上に機銃が張ってる。あれ潰そう。ちょっととりあえずキルストつなげられたら大変だ。よいしょ。いやいや、こんにちは。オッケー、いいね。いいんじゃないでしょうかね、これ。うわ、マジで？あー、2人目の人当たんなかったか。くそー。オッケー。ゲットだぜ。危な。やべえ。この FMJ だからね、なかなか弾の、この、弾のじゃねえよ。弾当たるけど、あれが違う。やっぱ覗き込みが違うから、遅くなっちゃう。ここか、任せろ。いいね、 FMJ こういうとこいいね。部屋にこもってるやつらをこうバシバシ抜いていくやつね。 OK OK、 いいね。結構抑えてますね。ちょ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 、なんかちょうだい。 OK、 とりあえずこれもらう。すごいナイフで切られてる。あーやばいやばいやばい、危ねえ危ねえよ。よしよし、ちょっとお見舞いしてあげようか。ここぐらいだったらいいんじゃないって思いながら、思いながら。リスしてないね。オッケーオッケー。ギリギリのところをね、ついていく感じだから。うん。ギリギリだったね。ギリギリ。あんまりね、奥にやりすぎるとリス反転しちゃうからね。リス反転はね、NG だから。まあ、ほどほど、ほどほど、ほどほどにしとけば、反転することはないというわけですよね。まあ、皆さんもね、こう、リスに直で打っちゃう人とかね、いると思うんですけど、こうなっちゃうんですよね。うん、こうなっちゃうから、あやばいやばいって言って前線がこうやってね、あの上げられちゃうっていうね、不祥事に発展するのでね、皆さんご利用はね、計画的に、エルストのご利用はね、うん、あ待って、こっちか、あの奥のガレージだ。よし、あぶね。いるんだな、これで。だええ え, えいる、これ敵だ、敵敵敵敵。 OK、 これでなんとか整いましたかね。よしよし、やっぱね、ここら辺で、あーやばいかも。ちょっと待って、まさかの LMG 抜かれたってやつな。ちょっとこれでドカン。一人だけ、一人だけ。ヘルストーム、やっぱちょっとなかなか難しいね、複数人に当てるのは。うううう、ちょっと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 、マジかよ。さっそと現れて弾幕のあれをうまいことくぐり抜けて倒してくるやつな、ほんと。あーやばい、くっそくっそくっそ、一人狙ってたらもう一人が対応できねえや。よーし、こんな感じかい、こんな感じかい。今回高キルスト持ってきてないんでね、そこまでなんかまああんま長生きする意味もないんですけども、とりあえずとりあえず、危ない危ない、怖い。おらー、わちょっと打ち続けりゃよかったかな。いい感じででも抑えれてますね。ゲットしたい、最後のラスキルもらいたい。はい、ラスキルもらった、ゲット。何やりますね。やりますね、ほんと。
いや昨日ね、あのコールオブデューティー4の、動画投稿したじゃないですか。その際にね、七香さん、七香ラブってどんだけ好きなのみたいなコメントがあったんですけど、違う、あのね、そもそも七香ラブって何のことか分かってる方がな、まあ、1名だけいたんですよね、1名だけコメントでね、ダカーポっていうね、ゲームがありまして、ギャルゲーか、エロゲーだね、元は。ありまして、そのゲームに出てくるキャラクターの名前で白川七香っていうキャラクターがいるんですよ。そう、当時僕はコールオブデューティー4を始める僕前の僕はあのね、かなりまあミーハーでね、あのパッと見、お、白川七香これ見た目ええやんって思って、こうなんだろうな、ID に登録、ID にまあ入れ込んでしまったわけですよ。まあなんでそんな変な、じゃあそういう風な七香ラブとかいうクソ痛いアカウントなのかっていうと、あのね、まあ前も話したと思いますけど、あの僕はあんまり真面目にね、あのゲームなんかこうなんだろうな、例えばね、どういうアカウント、まあアカウント名ってそう簡単に決められることじゃないんだけど、あの昔はね、昔あのコールオブデューティー4の時代っていうのはアカウント名はあのみんなね、普通のなんかなんだろうな、あのかっこいい名前とかなんかそういうものの名前とかが多かったんですよ。だからアニメのキャラクターとかっていうのはあんまなかったんです。そういうゲームじゃなかったし、そもそも FPS って。だから FPS の中でアニメのことを主張してる人がいなかったんですよ、あんまりアニメキャラクターでみたいな。でいたとしてもそんなになんかあのね、あのこうバシバシこうやってる人じゃなく、こう初心者さんかなみたいな人がやってたんで、いやーこれはアニメキャラで、これはちょっとね、アニメキャラの頂点生きてみたいな感じで思って、うん、そういう感じでね、始めました僕は。うん、理由があんまりね、よろしくないです。アニメキャラにこう、なんでアニメキャラに俺は負けてんだみたいな人がいたらいいなって思いながらやったら、まあ、そんなことはあんまなかったっていうね。ただアニメキャラでチーデスで、バシバシ倒してるような人になって、うん、ただのとつな野郎になったというわけですよ、本当に。だから理由っていうのは深くないんですよね。まあ、当時はね、本当今みたいにアニメアイコンみたいな人たちの、まあ、ID バージョンですよね、が全然いなかったんですよ、アニメキャラの。だからみんななんかそういう、なんだろうね、どういう名前だったかな。僕は覚えてるのちくわっこさんがいたぐらいかな。ちくわっこさんはね、うん、一番覚えてますねとかそういうなんか可愛らしい名前しかいなかった。可愛らしい名前とかかっこいい名前しかいなかったので、だからそのキャラ名を ID にするっていうのはなかなか珍しかったんで、珍しい ID でちょっとなんか頑張って極めようかなっていうことを思ったんですよね。うん、やっぱ面白いじゃないですか、なんかそういうふざけた ID でこうなんかね、 FPS こう頑張って強くなるっていうのもね。まあその当時はそれが珍しかったんですけど、今はもうなんかそんな感じですよね。でもなんか今でも投稿者さんでそういうアニメキャラの名前使ってるような人ってそうそういな、あ、いた、いますね、うん、今だったら普通だと思うけど、昔だったらすごいレアだったんですよ、もう普通の名前みたいな感じでね、もうなったんで、珍しい、もの珍しさからちょっとね、つけてみたんですよね。まあ、皆さんもね、ID とかって、なんか、つけるとき、なんか、あれありましたかね。僕はなんか、その、こう、自分でね、こう、あ、これでいいやって思った ID がね、かなり浸透してしまって、もはや今や、なんか名前で呼ばれる、リアルの名前で呼ばれるよりその ID で名前を呼ばれる方が、ね、多くなってしまう始末でね本当に自分の名前は七香なんじゃないかと思うぐらいね、呼ばれてますよ。はい、まあ、家族からはさすがに呼ばれませんけどねいやでもね、もうなんかそういう風なになっちゃうとね、なんかもうニックネーム化するよね、 ID が ID がなんかもうそういう風な、まあ、名前とは違うけど、なんかよくある自分のね、まあのあれをニックネーム化することって昔よくあったじゃないですか、小学生の頃とかね、まあ大学でも高校でもいろいろあると思いますけど、もう4年フィード取ったの、マジでやば。そのね、ニックネームが僕はもう七香になってしまったというわけですよね。はい、というわけで今回はこんな感じで、七香という理由はまあそんな感じから来てるわけでした。はい、そして白川七香という名前のね、キャラクターから取ってきたわけです。はい、
いやー、まさかでもね、ここまでずっと7課で行くとは思ってなかったですけどね、当時から言えば。もう皆さんもね、いろいろ ID とかっていうのを先に決めた ID でね、スカイプの名前とか、いろいろそういうのに使ったら、それが定着しちゃうことってありますよね。まあそんな感じで皆さんも ID を決めるときは、意外とこの ID 長く連れそうことになりますよ。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。